はい、皆さんこんにちは。漫画家の島田慎です。アシスタントの斉藤です。よろしくお願いします。はい、ということですね、こちらまた画材屋さんに来ております。すごいね、振りいっぱい、はい、すごいよね、本当にめっちゃある。今回もですね、トゥールーズお茶の水店さんに協力いただきまして、画材屋ロケで撮影していきたいと思います。はい、で今回の企画はですね、金額のハンデ対決をしていきたいと思います。金額、いくら？一番安い人が500円で、中間の人が5000円で、最後は5万円になっております。すごすぎない？5万円も使うの？5万円分買えるよ。画材屋ごと買えちゃうんじゃない？そうだね、それはちょっとさすがに画材屋5万は高くないということで、自分が引いたくじで引いた、その金額内でのお買い物で、後々それを使ってお絵描き対決になっております。なるほどね、いいですか？豪華だね。それしか使えないんだから、そうね、そうね、まあちょっと5万を引きたい、はい、5万を引きたい、引きたい、引きたい。それでは早速やっていきますよ。レッツチェケラー。じゃあ、500円を引いた僕いきます。お願いします。500円だからね、だってそうだね、結構ちょっとだよね、真剣に選ばないと、厳選しないといけないよ。でも今ここに紙いっぱいあるんだけど、なんだって55円なんよこれ。あ、そうなの？紙が。え、あ、そうなの？そう。だから。じゃあ結構それだけでも枚数。とりあえず、まあ、これめっちゃ光沢してんだけど、何これ？光沢紙っていう紙じゃない？光沢紙っていう紙なんだ。じゃあいいんじゃない？きらめく絵が描けるかも。なるほど。でとりあえず俺、まあ2枚買っても100円だから、失敗用に2枚買ってます。110円だよ、110円。110円か。10円でもオーバーしたらだよ。そうか。そうか。じゃあ、とりあえず55円の紙1枚買います。はい、マーカーを絶対買った方がいいと思った。それで、コピックはやっぱ高いよ、ちょっと。そうね。あの、お礼から500円からすると。まあ、いいからね。そう。だから、こっち側にね、ちょっとね。ブロッキーが、なんとこのでかいやつが220円だよ、このこれ。え、それセットで？え？あ、ごめん、間違えた、1320円だった。オーバーしてたわ。オーバーしてた。1本ね。すいません。1本なんで、だからその辺を厳選していきます。これ165円だ。え、165円ってことは何本買えるの、俺？計算できない。計算できない。とりあえず1本。じゃあ色塗りのためだな。これ買います。はい。で、じゃああと100円ぐらい。はい、120円ぐらい買えるかな。じゃあちょっとここで色鉛筆を1本購入します。OK。じゃあ99円のこの黒鉛筆を買います。これで僕はこのこれで多分500円ぐらいだと思うんで、これでいきたいと思います。はい、じゃあ5000円が当たったので、次こそいいもの買ってきます。ちょっとじゃあ行ってきます。先生、これはちなみにノートとかペンも買わ、なんか紙も買わなきゃなんだよね。そうだね、紙も全部書くものも買ってください。なるほど。でも5000円あるので、なんかこう遊び心があるようなものを追加しても大丈夫。いや、文房具夢しかないね。先生、はいはい、ちょっとこれ気になってます。ガラスペン、はい、ガラスペンね、斉藤使ったことないよね。ない。私ですくんはあるのよ。え、いいんじゃない？どうだった？いや、使える？ま、いいよ、いいよ、おすすめおすすめ。何よりも夢ある。言っとくけどね、ガラスペンクソ難しいからね。言うな、言うな。嘘、めっちゃむずいから。私は簡単じゃないか、使えたよ。俺初めて使った時、本当にあのコメント欄で視聴者の方からすげえ指摘出した。こんなのもある。え、なんて使い方間違ってます。え、扱い方あるんだ。そんなに強く押したら割れちゃいます。面積割れますよ。そんなの私の未来じゃん。よし、じゃあこれ1個買います。これ例えばね、私ここら辺のブルーが欲しいの。じゃあこの辺じゃない？絵を描くけどハンコが欲しいの。あ、スタンプか。うん、めっちゃあるよ。可愛くない？ここちょっと映せないのかな。ただすごい、このもう鉛筆とかさ、あ、そんな、それ三角とかさ、あれなんだ。三角いいじゃん。三角おいくら万円？990円、足りない。足りない。待って、もっと安い。5万円が引いてれば。絵の具が590円だよ。あ、結構やっぱいいやつは、まあまあするの。いや、絶対紙じゃないもん。そんな余裕なさそうだな。やっぱ5000円って、履かないんだ。いや、多分、あれ、俺の方が履かなかったよ。ガラスペンを買ってるからね。
ながらスペを買うとね、こういう目に遭うけどさ。ちょっと待って。紙だな。夢のある紙買えば。なんだ夢のある紙って。なんかキラキラの紙とか書きやすくなる。え、リス君どこにそんな。キラキラの紙そこにある。教えてよか。うん。これ。キラキラの紙。教えてください。光沢してんの。え、これさすがにダメじゃん。インクにじんじゃうじゃん。ダメだよ。あの待って。これ。ペンだからデコボコでしょ。あ、これ。これは。このさデコボコ。あ、これですね。あ、デコボコダメか。うん、デコボコいい、デコボコいい。紙をこの2枚買います。え、そしたらスタンプ買えるな。スタンプ買えるな。970円。スタンプ買います。あ、でも。違うんだよ、スタンプを買うにはさ、主肉が必要なんだ。主肉付きのものを買うかな。わけあり、わけありハンコ500円。おー、どれ、これ、いや、748円。こいつ、え、でも、ちょっと主張、なにこれ、松茸森のキノコって書いてある先生。え、森じゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、真剣に買っとる。いや、やっぱさ欲しいんだよね、自分が本気で。この3つの色で買いたいと思います。バラスペンのセットで行ってきます。はい、それではラッキー5万円を引きました。私が5万円分の買い物していきたいと思います。いいの。はい、こちら、このコピック、ちょっと結構1本でもお値段するんですけども、こちらのこのコピックセットを私は今日はちょっと買いたいと思います。どれにしよう。やっぱコピックなんだ。やっぱ欲しいんだよ、セットだよ、しかも夢あるじゃん。セットか。結構するのよ、これさ、36色で9900円。おお、こっちの72色セットは19800円。あ、でも買える。あ、買います、私これ。19,800円。すごい。え、待って、でもね、セットいろいろあるから、どの色のセットにするかちょっと真剣に選ばして、あ、違うよ、待って、コピッククラシックのセットがある。今私が見てたのチャオのセットで、クラシックのセットが36,000円だけど、クラシックのセットにします。あの、クラシックはどんな違いがある。あ、クラシック、このぶわっぶっといの。あ、待って待って、じゃあ待って待って待って、ごめんごめん、もっとあったもっとあった。いつも私が使ってるのはこれだ、スケッチ、ピックスケッチ72色セットも36,000円だ。これを買います。72色セット、さすがだね。これかな、これです。夢ある。こちら、大人買いだね。まずこちらを買います。紙は、どれでしょうか。まあ、これこれかな、こちら、コピックペーパー。これ私よく使ってるやつなんですけど、これのカスタムペーパーが、まあ、個人的には一番書き味が好きなので、まあ、これを買いたいと思います。20枚入ってるので、まあ、ミスった時も安心です。しかもね、ここにいっぱいコピックのなんか色の塗り方の本があるから、なんかちょっとそういうので勉強もしたい感あるけど、私はこれに行きます。 F 君がさっき買いたくて買えなかったこちら。これを私は、あ、でもなんか 0.05 と 0.1 は人気なのか、もう完売してるので、 0.3 と 0.5 をもう2本ずつ行こう。このブルーのターコイズ色の限定のコピックマルチライナー4本買いたいと思います。じゃあこちら、私がすごく好きなペン、ピグマ。特に私はこの1っていう太いのが好きなので、これをもう今回は一気に5本ぐらい大人買いしていきちゃいたいと思います。はい、こちら5本です。こっち、これですね、さっきブルーの買ったんですけど、これ本来の黒のコピックマルチライナーの9本セット、これいきたいと思います。15,000円。はい、まだがっつりがっつりな。え、かわいい。こちらのサンフラワー映画っていう色紙、なんかいつも書く色紙ってなんかもっとつるっとしたのが多いんですけど、これ多分水彩とかの色が綺麗に出るように表面がこうデコボコした紙でできてる色紙、これちょっと気になるので買ってみたいと思います。
あ、待って、これなんだろう。すごい。サイがあれば、そこがアトリエ。これ多分、水彩。え、色取り？でも違う、送りがあるか分かんない。あの、彩りがあればそこがアトリエ。これ多分水彩のペンだと思う。え、見てみたい。やばい、私やばい、いつも水彩苦手でやってこなかったから、ちょっとこれを機に。え、見たい見たい。しかもほら、これってさ、すごい簡単でしょ？ここにもうインクがついてるから。いや、これ両方買おうかな。この、日本の伝統食セットか、そこがアトリエセットか。え、いいじゃん。両方買うか。両方行きます。楽しいな。あとはね、ちょっと塩が欲しいんだよな。そこなんか紙は私買ってるから大丈夫かな。白インク。あ、これか。斉藤さんが気にしてるやつ、すごく気にしている。これあのインが押せるやつ。オペラ座の怪人で映画であのファントム怪人が。あの多分ここに見本がある。こういうのが押せるやつです。なんていうのこの手紙のインだよね。ヨーロッパのさ、うん、手紙の封をこれでするの。これ。先生それ買ってない。じゃあちょっとやろうかな。なんか溶かすんじゃないこれ。これを押そうかなインを。押していいよ押していい。インを押して新たな自分になろうかな。どうする今後私からのファンレターの返事みんなこれ押してあったら。ちょっとこれ、うん。先生、これも可愛いよ。こういう。え、そう、それ可愛い。こういうので、かけるの。990円で。欲しい欲しい。じゃあちょっとこの1320円から。さっき可愛いなと。こういう。ポストカード。めっちゃいいの教えてくれたいかと。私これ買うわ。可愛いよね。じゃあちょっと、白のインクがさっきからずっと欲しかったんで、このピグマをさっき大量買いしてたので、1本これ、やめます。で、それで、代わりにこちらの、シムの太字のホワイトペン。これでちょっと修正聞かせたいんで、こちらのペンを1本買って私のお買い物を終了にしたいと思います。じゃあ私は5万円こんな感じで買ってみました。はい、ということで金額ハンデの画材買ってきました。まあ、ざっくりだけ紹介していきましょう。うん、はい、じゃあまず一番安かった S くんから。500円しか使えなかったよ。うん、紙ハードだよ。かなりキラキラの紙。ね、光沢の紙なの。なかなか伝わらないよね。そう。すごい光ってんの。あと、ね、黒い色鉛筆と、うん、このプロッキー。2本。2本、でかいやつ。おー。これだけだよ、これ。でも逆に500円でこんだけ買えるってすごいよ、ね。確かにな。でも500円はハードだよね。結構あれだったよ。じゃあ次、一回5000円と言ったんですけども、あ、そう。あ、ちょっとね、お店のやつの表示と、じゃちょっと間違いがあって、うん、ちょっとオーバーしました。そう。そうなんだ。大体ね、ちょっと5900円くらいになっちゃったけど、900円オーバーね。夢のガラスペンを買ってもらいました。やったことないからね。初めてか。そう。私憧れてた。そして、スタンプね。卵だけ。卵だけという、このスタンプを買ってもらいの、このスタンプの色と、はい、ガラスペン用にインクを買ったんですよ。はいはい。そしたらこのインクが間違えてて、多分万年筆用のね、インクを買っちゃったの、みんな。そカードに血がいっぱい入ってた。やっちゃったよ。何本もこういうのが入ってて、ひえってなったら、まぁ、ちょっと二人が、昔ね、ガラスペンうちもやったから、企画でやったガラスペンの似たような色を貸してくれるってことでみんな、ごめん、これを借りて、はい。で、あと紙一枚です。はい。しょうがないよね、だって書けないんだから。という感じの、じゃあ5000円です。はい。はい、じゃあ今度私めっちゃいっぱいあるので簡単に説明したいと思います。はい。まずこちら、コピックスケッチの72色セット。やばっ！おー。これだけですごいよ、夢ある。分厚すぎそうなのよ。こんだけ、もう何でも描けるこれがあればね。水彩ペン。で、こう。水彩ペン。もう、のセットです。これを2パターン、もう買っちゃいました、豪華に。マジで。爆買いじゃん。綺麗すげえな。そうでしょ。水彩楽しみだね。でしょ、楽しみでしょ。うん、あとはね、このちょっと、グリッターで出るペン。グリッターか。うん、なんかこう、ウニュウニュが出る、立体のをするペンだよね。と、これがね、斉藤さんから買ってほしい、買ってほしいのリクエストで買った、なんていうの刻印を押すペン。こっち側にするから、ね。後ろあるよ。なんていうかな、手紙にさ、こう押すじゃん、ジューって。そう。昔の洋風のさ、ヨーロッパの映画で、ペリペリってやるやつ。で、王様が押すやつ。私これ、夢。夢で先生に5万も予算あるなら買ってくれって言いまくって買ってもらった。で、しかもこれ、ね、そうなんだよ、ね。本当に火をつけて使うよ。だから炙りながら、後でちょっとどうやろうかなっていう感じ。いや、もうロマンしかない、文房具の。あとは、これですね、コピックマルチライナー、黒のセット。
ことに、はいはい、こんな感じでたくさんペンを買ってます。限定、今のね、限定色のコピックマルチライナー、ターコイズ色に、お気に入りのフィグマ、あとはホワイトのペン。はいはいはい、そして残りは、こういう紙を、よく使う紙とか、ちょっと変わった水彩用の色紙とかを買ってみました。楽しみ。じゃあ、早速書いていきましょう。はい。歩いた時にいっぱい売っててさ、あ、売ってるんだ、本場だね、もう、うん、憧れてこうやって貼り付いてみてさ写真撮っちゃったらさ、うん、中からマダム出てきてノーフォトってすごい怒られて、写真撮っちゃいけなかったよ、ごめん、分かんなかった、ごめんって謝ったけど、ガラスペン使ってへんじゃん、まだ。まずは卵竹かな。あ、で、ちょっと卵竹をどう生かすかの本当に分かんないから楽しみだよ。本当、うん、もう生かしきるしかないよね。これ、みんな1600円したから。斉藤さん、これを500円のものだと思って勘違いして買ってるから。一番安いスタンプだと思って、買っちゃったらこれ1600円した卵竹だったから。それ。だから、ちょっと卵竹を使わないわけ。いかないんだよな。卵だけすごい。でもいいじゃん、すごく。いい。すごくないこのクオリティ。あ、これは高いです、これは。このハンコは高いです。あ、卵だけってさ、卵の竹ってことなのか。そうだよ。いや、卵だけであるんだ、本当に。震えちゃった、もう震えちゃったよ、笑って。本当にあるものだったのか、卵だけって。ガラスペン楽しい？ハマったハマった。なんかさ、心らしかいつもの斎藤の絵よりも味があるんだけど。おしゃれ。この世界求めていた。いいね。これ良くない？これさ、斎藤にわかるかな？この色の名前がね、青色とかじゃないよ。わかる？なんかわかる？松葉色とか、藍色、藤色とか書いてあるの。わかる？いいわね。梅雨草色。いいわね。昔の日本のね、桜色。素敵。いいよね。これ、わかる？みんな買いたくなるでしょ。セレブの集まりだわ。じゃあ私今からチョコ刻印をしたいと思います。みんな見てください、溶けてきました。うん、あ、だいぶ混ざってきたね、なんかいい感じに、ほら、あと一粒ぐらいが溶ければいい感じ。なんて神秘的な、綺麗すぎるよ。じゃあスタンプを流します。この胸のブローチにします。すげえ。こんな感じかな。あー、なんか変なひげがひげがー。よし、じゃあもう一息これつかずに行くわ。行きます。おー、あー、うわー、なんかはみ出てね。なんかね、いや、こういうもんだよね。映画もはみ出てた。映画はみ出てるのか。これでワックスが冷えたら静かに離します。あのひげがちょっと気になるよね。それくらいが冷えたの。結構すぐ冷えたね。うん、いけんじゃねえ。もう、なんかこんな感じ。ただひげ取れるはず、絶対取れるはず。やっぱ買ってよかったよ、先生、これ。ありがとう。盛り上がった、盛り上がった。盛り上がった、ありがとう。すごい画材だ。OK、じゃあさ、イラスト発表しよう。すごい画材だった。そういうのあったね。じゃあどうぞ、まず S 君から。これ本当に、やっぱ二人と比べると、全然やばいからね。500円イラスト。そんなもう使う方もなかったもんね。500円。500円でイラストを描くと、まあ、こんな感じになります。おぉ、あ、すみれちゃんなんだ。すみれちゃんこんなんだった？本当に。ここのね、すみれを見て、あ、紫だ。
で、俺紫持ってたんよ。だからもうスミレを俺なりに描こうと。すごいじゃん。でも先生の辛抱と辛抱、10月サイン会へゴーって書いてくれてる。CM してくれてありがたい。そうなの、私あるので、対人のイベントは。この洋服はさ、荻野目洋子さんのバブリーダンスの、こういう感じ。ちゃう違います、違います。これを描きました。バブリーなイラストに500円だけど、気づいたらなってた。新本先生のサイン会に行ってくれっていうのを500円で宣伝したみたいな。なるほどね。ありがたい。しかも優しさが見えた。私のイラスト、これです。すごい、めっちゃいい。なにこれ、すごいよ。やっぱね、大活躍したのがこの1600円もする卵丈。いや、やっぱりさ、予算オーバーしたかいあったね。あった。でもね、ほんとすごい。なんか押した最初はね、キノコ拾いに行くなんかイラストを買っとかんこと、でも押して、うん、S 君がこれ卵に見えたって言ったから、ちょっと二人知ってから、ハンプティランプティみたいなさ、なんかもう卵のキャラでも描こうかなと思ったの。だけど案外これ押したら可愛かったから、色がいいよ、いい色味が統一されてて、なんかいつもの斎藤のやつになんかすごく味が加わってる。いや、もう買ってもらって、5000円セットみんなお小遣い貯めて買おう。楽しい、本当にこのスタンプと本当にこれはいいわ、すごい楽しい。なんか画材組み合わせて成功する例だね。確かに、スタンプとかに顔描いて成功する例。 やった。はい、じゃあラスト、もうさっきね、スタンプを時点でね、はい、みんなでめっちゃ盛り上がったけども、私のイラストこんな風になりました。すげえよこれ。ここがまず楽しかった。すごいよ。周りは本当はね、これね、1時間自然乾燥しないといけなかったから、ちょっと欠けちゃってる部分あるんだけど、本当に金箔のラメで押してる感じで、やっぱね、金色のペンで描くのとは全然違う。やっぱ立体感で引き締まるよね。かわいいよね。しかも色も発色もさ、違うじゃん、やっぱペンとは。そうでしょ、そうでしょ。で、水彩もすごいね、にじみとかね。水彩をなるべくカラフルにしたかったから、まあ、いっぱいにじませてみて、で、この背景をコピックで塗って、で、この、これをなんだろう、そのグルーと金箔みたいなやつを貼り付けて、最後に刻印をしました。新しいタイプだな。いや、もうさ、これ、この刻印の楽しさ。いや、マジ、これだけでなんかすごい爆上がりする。もうさ、火で炙ってる時の待ってる時間のワクワク。何が起きるの？あれだよね、この刻印で、シンモとシンで作ればいいんだよ。そうね。いいじゃん、いいじゃん。もう毎回、炙って、バンって言って。めっちゃかっこいい。サイン会めっちゃ時間かかる。ちょっと待ってくださいね。一人一人炙ってるから、やばい。もうちょっと火力強いの用意したけどね。なんか、めっちゃいい。今度、本当に自分の刻印があったらファンレターに押したいぐらいの返事。これね、楽しかった。良かった、今日。という感じで、ちょっとまあ、5万円の価値あったなっていう感じですね。そうだね。刻印が5万円じゃないけどね。まあ、そうだ。まあね、でもなんか、サイトにちょっと言われて買ってみてよかった。いや、すごい楽しかった。やっぱ自分のお金じゃこれ買う勇気ないもん。ぜひ、画材屋に行って刻印がある。そう、画材屋さんで見つけたらね、楽しいのでみんな買ってみてください。ガラスペンも買ってみてね。はい。ってことで、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下田慎人。アシスタントの斉藤と。はい、すしゃー。バイバーイ。お茶の水店さん、ありがとうございます。ありがとうございます。お茶の水店さん、どうもありがとうございました。またお願いします。お願いします。